はい、本日は、ノースフェイスのマークオンの紹介をしたいなというふうに思います。マークオンというのが、まあ、何かっていうと、ノースフェイスの、T シャツとか、カバンとか、あとズボンとかに自分で好きなプリントを入れて作ることができるサービスになってるんですけど、ちなみに僕がこの T シャツがマークオンで作った T シャツになってまして、よく質問いただいてて、これは品番なんですかとかいただくんですけど、これはもう自分で作った T シャツなんで、品番はそのマークオンで作れば同じやつは作れるんですけど、まあ普通には売ってないっていう感じになってます。で、まあ今回はこのプリントサービスの話をしたいなというふうに思うんですけど、こちらがですね、元々の形を決めて、でそこから自分でプリントを入れて、あと注文したら届けてくれるっていう、これはウェブ限定のサービスになってるんですけど、まあウェブとかアプリとかで気軽にできるっていう感じになってて、まあ、僕はもともとこれはオンラインサロン用の T シャツとしてノース部限定で作ろうと思ってたら、結局値段がちょっと高くて断念したんで、まあ、世界にこれと同じやつは多分2着、僕ともう一人キャプテンっていう人がいてるんで、その人が持ってるので2着しかないかなと思うんですけど、まあまず説明していくと、元々の形をまず決めていく感じで、まあ、僕の場合これがちょっとパソコン見ながら言ってきます。で、僕の場合がこれが SS マークオン T っていう、もう本当にシンプルなこのノースフェイスのロゴしかない状態なんですよ、もともとは。で、あとは真っ白っていう状態に、まあ、自分で前でもプリントできますし、袖、例えば左の袖とか、あと右の袖とか、あとバックとかって4箇所プリントできる感じになってまして、でその中で、まあ、僕は後ろとあと左のとこにポイントを入れたっていう感じで、一つのプリントが500円かかるので、この場合で言ったら2箇所後ろと左袖がやってるので、500円の計1000円が上乗せされるっていう感じで、もともとの値段がこれがですね、4644円にプラス1080円乗る感じになってるので、だいたい6000ぐらいで作れたっていう感じになってるんですけど、まあ、6000円の T シャツは結構高いんちゃうかなっていうので、まあ、僕らはもう断念してもう作るのをやめて、勝手にまあ僕は作っちゃったサンプルで作ったので持ってるっていうだけなんですけど、っていう感じになってます。なので、まあ、自分のやりたい文字とか、まあ、この後ろに関してはもう元々既存の形を僕は選んで、あ、この形おしゃれやなと思ってこれはめたんですけど、袖とかは自分らで文字入れてやったりして、2019ノースってやったりしてるんですけど、まあ、これはノース部っていう部活の T シャツなんですけどっていう風にやったりとか、あとまあ字体とか変えれたりとか、これを表にもっと派手にやったりとかできるんですけど、ただ欠点として僕何個か思うことがあって、字体がこうやって選べるのはありがたいんですけども、漢字とか日本語は対応しなくて、あくまで英語表記とかローマ字しかないので、英数字だけしか対応しないというところがちょっと残念かなっていうところと、まあ、少し値段が高いっていうところもそうですし、まあ、あとはちょっと生地感が薄いかなっていう感じで、まあ、僕に関してはよく夏場の白 T って男性の方ここら辺の透ける感じを気にされる方多いと思うんですけど、僕はこれ結構透けてる感じになってるので、後で着用動画見てもらったら分かるかなと思うんですけど、うっすらと透けてるっていう感じにはなってます。例えば、まあ、これがカスタム T になってるんですけど、こっちはお土産 T シャツになってるんですけど、カスタム T は、ポリエステル 100% で、こっちはポリエステルが 70% と綿が 30% 入ってて、綿が入ってる分ちょっと濃く、白が濃くなってるのであんまり透けづらいっていう感じになってて、まあ、さらにこれに関しては綿が65でポリが35、むしろポリの方が少ないので、これに関しては全然透けへんっていう感じになってて、やっぱ綿が多ければ多いほど透けづらいんかなという感じでは思うので、同じようにこうやってワンポイントあって、あ、似てるやんみたいな感じで、まあ、これもそうなんですか、あ、似てるやんと思いきや、ちょっと生地感が違うだけでちょっと透けたりとかするっていうところは、まあ、ちょっと残念なところなんかなとは思うんですが、まあ、ただこう自分のやりたいように、例えば仲のいい友達らだけでオリジナル T シャツ作ろうかって言ってノースフェイスで作れたりとか、で他にももうちょっとスポーティーなシャツもありますし、キッズとか子供用もありますし、あとカバンとかもあったりするので、まあ、カバンとかって別に透けることもないと思いますし、全然いいんじゃないかなと思います。やっぱりデザインとかがあくまでも多すぎると迷うと思うんですけど、まあ、限られてるのでその中で選ぼうとできるので、まあ、その辺はまあ面白いんじゃないかなと思って、まあ、今回ご紹介したっていう流れになります。なので、まあ、これに関しては別に全く同じのを作ってもらっても結構ですし、もうこれは別に僕らのサロン内で共有するつもりはもうないので、全く同じやつでもちょっと変えてもらっても全然作ってもらってもいいかなと思うんですけど、まあ、現時点では僕ともう一人東京の方が一人持ってるかなっていうぐらいの T シャツになってます。では、着用動画どうぞ。
はい、という感じで、まあまあ比較的、まあちょっと透け感があるような感じになってるんですが、まあ別に気にならないっていう方は全く問題ないかなと思いますし、他にもブラックとかネイビーがあるので、その色やったらもう全く透けないと思うので、そういう色で作り貼るのもまあ一つかなというふうには思います。まあ基本的には既存のアイテムしかないと思いがちなんですけど、まあこういったこうカスタムできるサービスもあるっていうのは、僕も全然知らなくて、今回作って初めて知ったので、はい、いいところかなというふうには思いました。というのが、本日はノースフェイスのマークオンの紹介をしてみたという動画になります。以上、ありがとうございました。